皆さんこんにちは、ママです。今日はじゃーん、新居で撮影をしています。まだ照明も何もなくって、ちょっとあの窓の光だけなんで暗いんですけど、後日ルームメイクオーバーを撮影する予定なので、今日はこのまま失礼します。前の自宅サロンでは1年半ぐらい営業させていただいたんですけど、この度ちょっと家庭の事情で家を出ることになったので、サロンの、ね、移転のご案内をしています。かねてからもう少し実家の近くに住みたいなっていう思いがあったので、今回は車で1時間ぐらいかかるようなちょっと距離のある移転になりました。せっかくね、今通ってくださるたくさんのお客様とほとんどお別れになってしまうかなっていうところで、とっても寂しいですし、新境地でまたほぼ一からのスタートとなりますので、大変ね、心細いんですけれども、新しいお客様に出会えるので、それは少しあのワクワクしています。ということで、前置きが長くなったんですけれども、今回は自宅サロンの賃貸物件探しについてご紹介したいと思います。私が自宅ネイルサロンできる物件を探すにあたって、皆さんどうしてるのかなって YouTube でも調べさせてもらったんですけど、参考になった思ってたような動画って1件しかヒットしなくって、今回私の動画ももし探してくださった皆さんのお役に立てればと思って頑張って作りましたので、ぜひ最後までご覧ください。そもそもなぜ賃貸で勝手に開業してはいけないのかっていうお話なんですけれども、住居用の賃貸や分譲のマンションとかですね、他の住人の方との共用スペースがあるような集合住宅の場合、基本的には営業行為が認められていないため、大家さんとか管理組合とかに許可を取る必要があります。最近では事務所利用かとか、倉庫と書かれたような物件はよく見かけるんですけども、不特定多数の方が多く出入りするような店舗利用かっていうのとは全くの別ですので、注意が必要です。開業後のトラブルはないに越したことないですよね。では具体的な行動についてご説明していきます。私たちが探す物件ですね、店舗利用または営業行為をしてもいい物件を探す際は、ネットでいくら検索しても出てきません。なので直接不動産屋さんに問い合わせるのが早いかと思います。私はビジネス会話は専門ではないので、間違った日本語があるかもしれませんが、なんて電話したらいいかわからない方のために、実際に私が電話で問い合わせた会話内容っていうのを載せておきますので、後でゆっくり止めながら見るとか、スクショしてもらったりとかして参考にしてください。ちなみに私が1件目電話した不動産屋さんは、ああそういうのないんですよね、見つかったら電話しますって言って電話切られちゃったんです。私は運よく2件目でご紹介していただける物件が見つかったんですけれども、そちらでももちろんすぐにありますよなんて回答はもらえませんでした。ただ1件目の不動産屋さんとは違って、現状ご紹介できる物件はないんですけども、付き合いの長いオーナーさんとかに一応お願いしてみるので、お時間くださいねというふうに前向きなご返答をいただけて、そちらの方で結局1件紹介していただけるようになりました。本当は何件か紹介していただいて、こう比較しながら決めたかったんですけども、やっぱり数が少ないですよね。このたまたま見つかった物件も、ここのオーナー様がもともと私が行った不動産屋さんで働いていた方だったみたいで、口を聞いていただけたみたいでした。っていうね、かなり稀なケースでこの物件をご紹介いただけたんですね。地域差はあると思うんですけども、これだけ結構難易度が高いと言いますか、狭き門なのかなと思いました。逆に言うと融通が通る世界でもあるのかなと思って、ここからはすでに賃貸で開業してるけれども、大家さんに許可を取ってない方に向けてお話しします。一番手っ取り早いのは大家さんと仲良くなることですね。仲良くなって直接お願いをすることです。普段からお会いした時笑顔で挨拶するとか、家賃の支払いが遅れない当たり前のことですけれども、とにかくそういったね、普段からの印象を良くしておくことが大切かと思います。大家さんも人間ですから、きっとあなたがいい方だったら融通を聞かせてね、こっそりしてくれたらいいよなんてお返事をいただけるかもしれません。小さいアパートとかですと、ほとんどの方は日中お仕事に出かけられる方が多いと思いますので、皆さんが仕事に出ている
大体9時から5時くらいの時間で細々としたいんですとか、お客様は女性だけで、あの主婦層の落ち着いた方々をターゲットにしていますとか、大家さんや他の住民の方に迷惑をかけないようにしますのでっていう感じでお願いしたらなんかいけそうその際はすでに営業していますとかじゃなくって、今はお友達で練習させてもらってるんですけど、いずれは開業したくって、お友達の紹介とかでお客様を取り始めたいんですけどとかね、うまく自分の信用を落とさないようにお伝えしてみてください。新しく物件を探す方も、後から許可を取る方も大仕事ですよね。理想の物件との出会いは結婚相手みたいなもので、縁とタイミングのものです。すぐに見つからなくても少し時期を空けて探してみたり、根気よく進めてください。大変な分恩恵もありますので諦めないでください。これは開業届にも言えることですが、開業届も賃貸物件での営業許可も必ずいるものです。ちゃんとしてないお店って責任感もないから、いつの間にか消えてたりします。こういうことをきちんとしておくと、お客様からの信頼も得られますし、それなりに料金もいただけるので、モチベーションも上がります。モチベーションが上がると事業拡大にもつながるので、自宅サロン OK の物件をお探しの方は頑張ってください。以上、参考になったらぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。